起きなさい、ズンガモン。すぐに起きなさい。はえへ。あなたは誰なのだ。私はヒマリ。この世界を創造した神である。ハワは神様なのだ。そんなことより、ズンガモン。私は今の世の人間たちに深く絶望している。人間たちは正しさを忘れ、堕落し、学ぶことをしなくなった。欲にまみれて、腐敗しきっている。ついては私は、人間たちのほとんどを、一度滅ぼそうと思う。人間を滅ぼしてしまうのだ。そうだ。バカは死ななきゃならない。重罪人は死刑にするしかない。単純な話だ。しかし、ズンガモン、お前だけは特別に助けてやろう。お前はクソがつくほど真面目で、清廉潔白な人物だからな。良いか、今から7日の地に、誰も経験したことのない、大雨が降る。雨は150日の間降り続き、人間たちと、人間たちが作り上げた、文明のすべてを洗い流すであろう。お前はそれに備えて、今から箱舟を作るのだ。そして箱舟に、すべての動物のつがいを1組ずつ乗せるのだ。大雨が止んだ後、お前は、新しい世界の始祖であり、王となる。私はお前に、王にふさわしい王宮と、お前好みの絶世の美女を用意してやろう。お前はその美女と、朝に晩に交わり、大いに子孫を増やすのだ。そして今度こそ、神に忠実な、正しい文明を築くのだ。良いな、言う通りにするのだぞ。わかりました。なのだ。そして7日後の夜、神様は予告通り大雨を降らせました。雨は洪水となり、地上の何もかもを流していきました。箱舟に乗ったわずかな動物たちを残して、地球上のすべての命はこの日息絶えたのでした。なお、ズンダモン君も流されて一緒に死んでしまいました。ズンダモン君は新世界で王様になったり、美女と交わるよりも、この世界の愛する人たちと共に死にたいと思い、箱舟から身を投げてしまったのです。なんと愚かなことでしょう。神はズンダモン君の裏切りに激怒し、もう二度と人間などという生き物には期待しないことにしました。